どうも、クレイジーピーでーす。本日の動画は、グローブのオーダーにも、まあ、いろいろがあるんですけど、有名メーカーを比べたら、オーダー的にどういうランキング格付けになるのか、大手グローブメーカーランキング格付けっていうのをしていきたいと思います。最後まで楽しみに見ていってください。それでは始めましょう。せーの、お願いします。ということで、まず一つで、ビズの Z、スラッガーで、部門なんですが、5つの部門を設けようと思っております。まず、基本型ね、基本の型。もう一つが、ウェブ。どんなウェブの種類があるのかなっていうのが一つですね。3つ目、カラー。どういったカラーがあるのか。ステッチの色だとか、レースの色。そういうのも入れていこうと思っています。で、4つ目、ラベル。で、最後が、まあ、オプションですね。主に刺繍なんですが、こんなオプションがあるよっていうことでね、格付けしていきたいと思います。今回の場合は、もう、あくまでもカタログに載ってる情報に特化したいと思います。裏オプションとかはなし。なので、まあ、表のオプションだけで格付けしていこうと思います。基本型。もちろんね、種類の多さだとか、今まで使ったことあるだとか、それをすべて総合的に含めた順位になってます。なので、個人的な意見も入ってますので、その辺はご了承お願いします。やっぱスラッガーっていうのは、肩はね、王道っていう方があって、これが好きっていう方がある。それは強いですよね、やっぱり。T1 とか、L7 とか、T1 トリタニ選手モデル、まあ、M00 もトリタニ選手モデルなんですが、そこはちょっと大きさが違ったりとか、名器として今扱われているので、顔になるグローブがあるっていうことに関してはかなり強みだと思います。形もね、そこまで少なくはない。で、意外とキャッチャーミットの方も薄で作られてたりとか、こだわられてるっていうのもあるので、第3位とさせていただきました。Z、革の質がいいのはもちろんなんですが、なんと言っても、源田選手モデルのあのバカ売れ。今までキャッチャーミットだけっていうイメージをあった Z を内野仕様も作れるんだぞと、ね、Z の代名詞となったあのモデルがあるのはかなり強いかな。いうのがあります。今年から今宮健太選手 Z のアドバイザーということで、人気選手のモデルが2つあるのはすっごい大きい、幅が広がった選択肢っていうのはありますね。やっぱり Z っていうのは強いです。第2位にさせてもらいました。そしてライアル第1位、これやっぱり水野となってます。やっぱり強いですよね、水野は。アドバイザリー契約している選手の数が圧倒的に違う。その中でもやっぱり坂本選手モデルっていうのが、これもまたバカ売れですよね。そしてまあ水野プロっていうね、ブランド力を考えたところでも、肩っていうのはね、すごい多いですし、かなり強い。基本型でもね、まあ、かなり選べたりとか、いろんな融通が効きやすいとやっぱ水野になってきますので、基本型の部門では、やっぱり水野が強いんじゃないかなってことで、1位は水野にさせていただきました。はい、続きまして、ウェブ。はい、ウェブのランキングを、出していきました。水野、やっぱりね、ウェブの数は多いんですよ。ただ、シンプル。あんまり特徴的なウェブがない。もっと独自性のあった冒険心があるウェブを作ってもいいんじゃないかなと思うことも多々ありましたので、今回は第3位の水野っていう形にさせていただきます。Z。やっぱりね、源田選手のバスケットウェブをさらに流行らしたタータンでも、いびつなタータンを作ってたりするんですよね。結構ね、攻めたウェブっていうのが多いので、第2位にさせていただきました。種類も結構豊富にあります。さすが Z さんっていう感じのね、状況になっております。スラッガー、まあ、自分独自の特許を持ったウェブが出てたりとか、バスケットウェブにも何種類かあって、オプションの方にも入ってくるんですけれども、まあ、刺繍が入れれるウェブが増えたっていうのもありますし、これぞスラッガー。ということで、1位はスラッガー。3つ目はカラーですね。本体カラーだとか、レースのカラーだとか、まあいろいろあるんですけれども、かなり難しいんですよね。まあほぼ横並びと言っていいでしょう。その中でもランキングをあえていけるなら、Z さんだけちょっと色の数が少なかったりだとか、レースの色がちょっと少ないかなっていうイメージがあります。
つんのがね、もう王道の色っていうのを使ってるので、どこで勝負をするのかなって言ったらレースの色とかになってくると思うんですが、その中でもちょっと違ってたのがスラッガー。今回レースでグリーンが使えるようになったりとか、でキャメルを流行らしたっていうのも功績がすごい大きいと思います。ウェブで使える色とかも変えれたりとか、そういったカラーの部分ではやっぱスラッガーが2位に入ってくるだけはあるんじゃないでしょうか。やっぱりここは強いですよね。ミズンの王道のカラーを揃えてる上でシャンパン系のカラーの投入、今回ブルー系とキャメル系の色が入った、抜け目なく色も追求されてるなっていうイメージはあります。なのでかなり個性的にぶっ飛んだグローブの色をつけれるのはやっぱりミズンさんじゃないかなと思います。何か飛び抜けてたら順位は変わったんでしょうが、ほぼ一緒っていう形になります。続きましてラベルいってみましょう。4つ目ですね。この辺になるとですね、強いっていうよりも僕の気持ちが強くなってしまうんですけれども、Z はもう仕方ないんですけどね、プロステータスはこのラベルって決まってるんですよ。禁止の刺繍ラベルかシリコンラベル、第3位止まりかなと。して第2位は水野。水野プロっていう完全なブランド化戦略で、グローブ業界に多分一番早いんですよ、ブランド戦略を立てたのが。でプラチナラベル、そして今年限定でオーダーができるダイバーシティブルーと、水野っていったらこのマークっていう、この立体マークですね。この統合したっていうのは今も昔も変わらない。昔だったらビッグ M って言われた時代、ダイバーシティブルーだって一見ね、見たらビューリーグと思うかなと思うかもしれないけど、全然ビューリーグとはね、色の使い方も違うし、金色のね縁が入って数は少ないですが、もう圧倒的なブランド力ということで、第2位は水野。そして第1位です、スラッガーですね。ラベルといえばね、スラッガーオーダーするにあたって番号を入れるならこのラベル、四角いラベルが王道、昔からのねラベルが好きなこのラベルとかね、いろいろ選べるこの楽しさをね、あえてブランド化戦略してないっていうのもそういうところにあるんじゃないかなと思います。グローブに合わせやすさ、オリジナルのグローブを作れるっていう面を含めて、堂々の第1位はスラッガー。これはもう文句ないと思います。やっぱり1位のスラッガー、2位の水のプロ、この辺はやっぱり強いですよね。ということで最後のランキングになります。オプション刺繍とかオンネームとかそういった感じになりますね。 Z 追加料金をつければオリジナルラベルは作れます。まあそれはもっとでもやってることに対して、文字数の制限が結構厳しくあったりとか、やっぱりちょっとね、はい、ということで第2位水野です。はい、最近やっとね融通が効きやすくなったっていうのはあります。オプションオーダーとかね、今年からエンボス加工ができるようになったってご存知でしょうか。ウェブによったり文字数によったりするんですが、で刺繍もねウェブに入れれるやつもありますし、オプションオーダーでやって結構いろんなところに刺繍が入るようになりましたので、昔に比べてかなり融通が効くようになったこの水野っていうのはかなり強いんじゃないでしょうか。で第1位ですよね。はい、まあここでまた出てきました、スラッガー。はい、ウェブにね入れれるオーダーっていうのはやっぱすごいですよね。こういった形でウェブに刺繍を入れる、これもオリジナルロゴなんですが、ここにスラッガーのマークを入れれたりとか、もちろん小指にも入れれるし親指にも入れれると、そういった加工ができるのはやっぱスラッガーの強みじゃないかな。ここまでね、まあ、ランキングやっていきましたけれども、他のメーカーにもねかなり特化した特徴っていうのがあるので、オリジナルを作りやすいっていうと、まあ、スラッガーとかっていうのが作りやすいんじゃないかなと思います。まあ、長々とねお話しさせていただきましたが、最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画良かったなって方はグッドボタン、良くても悪くてもチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。じゃあそのままいきましょう。せーの、あざした、バイバイ。